どうも皆さん、コンキキ、今日もアニメレビューの時間だよ。今、ママチャリの人がいろいろと話題やな。私も、動画は流れてきたのを見たんだけどさ、その後の流れというか、ネットの怖さを感じたね。本名特定されてたりするんやもんな。あのちょっとの時間の動画が公開されて、ちょっとしたら本名特定って強すぎるやろ。交通ルール的にはアウトだし、いろいろと問題はあるのかもしれないけど、今、あの人の顔や動画使って、コラみたいなのも作られたりするんだよね。ミーム化まで早すぎる。ちょっとした交通ルールの違反であそこまでのことされちゃうのはなんだかなと思いながら見てるよ。怖い流れよな。そんなわけで今日のレビューはこちら、魔女と野獣だよ。おお、なんかシンプルなタイトルやな。この作品も原作は月刊ヤングマガジンで連載中の漫画作品なんだ。タイトル通り魔女が存在する世界を描いてる。なんやろ、ものすごい硬派な雰囲気が漂っとる。すごい渋いんだよね。最近流行りのアニメとは違う、わかりやすくド派手なアニメじゃなくて、どっちかといえば15年くらい前の深夜アニメ、時代がラゴンゾさんが手掛けてたような雰囲気があるんだ。出た、リュウさんがよく言うゴンゾさん風作品。とある町に目つきが悪い2人組が降り立つんだ。1人はタバコを吸い散らかし棺桶を背負ったオールバックの男、もう1人は金髪ロングの美少女なんだ。異色な組み合わせやな。キャラクターデザインがかなり優秀で、刺さる人には刺さりそうなキャラがすごく多いんだ。どこが耽美的ですらあるな。2人は魔女を探してるんだ。彼らがどうして魔女を探しているのか、魔女とは何なのか、1話はそんな導入を描いてる。丁寧な1話なんやな。この世界において魔女は不幸を呼ぶ存在と言われて差別されてきたんだ。魔女とは狩るや否や狩る組織も存在してるほど、魔女というものが忌み嫌われてる。そんなに悪いことしたん？魔女の中には確かに悪いことをするやつもいるんだ。1話で出てくる魔女は自分を信頼してくれた町の住民を生贄に封印を解除しようとしてる。生贄っていかにも魔女やな。でもそんな魔女は祖母がかつて虐げられたことで復讐を誓ってるだけなんだ。なるほど、ひどいことをする理由があるんやな。魔女は悪、すべての悪いことは魔女のせい。そんな世界だったからこそ魔女は人を恨み、魔女は己のために仲間や家族のために復讐しようとしているんだ。単純に悪いやつってわけではないんやな。そんな魔女に対し主人公であるギドも復讐を誓っている。彼女は魔女の呪いを受けた存在なんだ。魔女の呪い？彼は本当は男なんだけど、魔女の呪いによって女の子の体に魂が閉じ込められてるような状況なんだ。唐突な TS 要素きた。永遠の呪縛と言われた魔女の呪い、解くためには呪いをかけた魔女の気まぐれか王子様のキスしかないと言われてるんだけど、実はもう一つある。何何？魔女と口づけをすることで一時的にではあるんだけど、そんな呪いを解除できるんだ。復讐を誓って憎いはずの相手にキスせなあかんのか。彼がどうして魔女から呪いを受けたのかは1クールでは明らかにはならない。でも封印された理由もわかるほど、彼の本当の肉体は魔女にとって天敵と言われるほど凶暴かつ強力なものなんだ。こうは一方でもう一人の主人公であるアシャフは魔教教団という組織の魔術師なんだ。彼の目的は魔女を捕まえて保護すること。おお、なるほど、殺すのが目的ではないんか。2人は魔女を探すという目的において協力してるんだ。各地で起こる魔女が起こしたと言われる事件、そんな事件を捜査しながら1話1話しっかりと腰を据えたストーリーが描かれてる。なんかこう地味やな。派手さという意味ではあんまりないのは確かだね。ただ丁寧に序盤はキャラを立てて、キャラを印象付けしつつ世界観を見せてるような印象なんだ。硬派で地味やけど丁寧ではあるんやな。そこがゴンゾさんっぽいんだけどね。くさ、序盤は設定を描いてる感じなんだ。魔女とは何か、そんな魔女に復讐を誓う主人公やもう一人の主人公を見せつつ、キングと呼ばれる魔法の道具が起こす事件だったり、資料術の話を描いたりするんだ。資料術もあるんか。1話1話ハードボイルドとも言えるような渋い話がしっかりと作られてるんだ。ただその分ストーリーの進行は遅いんだよね。主人公が本当の姿に戻るシーンも1クールでは3回くらいしかない。少ないな。中盤から少しずつ話が動き出すんだ。2人の主人公が所属する組織である教団は魔女を捕獲し連れ帰ることを目的としてるんだけど、一方で魔女に対処する組織として清志騎士団というものも存在してて、彼らは魔女を狩ることを目的としてる。魔女狩りってやつやな。魔女というだけで狩られてしまう彼女たち、誰も殺していない魔女と2人の主人公が出会い、そんな彼女と魔剣をめぐるストーリーが描かれてるんだ。なるほど。先祖が封印した魔剣を守り続けた魔女の一族、彼女たちは世界が脅かされる危険のある魔剣を守ってただけなのに魔女狩りに遭ってしまうんだ。かわいそう。ひどい魔女も描きつつ、同時に魔女が置かれてる現状と魔女が受けてきた過去を描いてるんだ。そもそもなんで魔女はここまで嫌われるようになったんやろうな。ただこの辺りになると先週の話が前話の冒頭で少し描かれるシーンがなくなってさ、明らかに尺調整してる感じが目立つんだ。その辺りも最近のアニメっぽくないんだよね。ああ、1クールって尺を持て余してるパターンか。しかも作画もかなり悪くなってくるんだ。
せっかくストーリーが盛り上がってきてるのに。特にアシャフの作画は厳しいんだ。めっちゃイケメンなキャラデザなだけに、作画が崩れると目立ちまくるんだよ。なんやこれ。戦闘シーンも序盤や中盤はよく動いてるんだけど、中盤から止め、絵もかなり目立ちまくって完全に息切れ状態なのは気になるところだね。ちょっともったいないな。ストーリー的にも中途半端なんだよね。序盤で出てきたメインキャラの一人のはずの魔女とか序盤に出てきたきりで、1クールでは再登場しなかったりで、メインストーリーもあまり進んでないんだ。主人公が復讐したい魔女には出会わないん？いや、終盤に出会うんだよ。でも逃げられちゃって、そんな彼女を追って吸血鬼が住む場所に行くってところで物語が終わってるんだ。1クールではいろいろと謎が残りまくっとんか。ギドに呪いをかけたのは永遠の魔女と呼ばれる存在なんだ。魔女の寿命は本来200年と運命づけられてるんだけど、彼女は肉体を乗り換えて生き続けてる。なんでギドに呪いかけたんやろうな。そのあたりは一切不明なんだ。魔女をもワンパンで殺すほどの力を持つギド、そんなギド自体の謎もあるし、1クールではいろいろと中途半端な感じだね。時代が違えば2クール4クールできたやろうけど、1クールだといろいろと物足りない感じがすごいな。そういう意味でも時代を逆行するような硬派なアニメって印象だね。最近のアニメっていうよりは10年15年前の深夜アニメっていう印象を受けるんだ。いい意味で古臭さは感じるんやな。世界観自体は面白いし、ストーリーもキャラも魅力的なんだ。作画は少し息切れしてたけど、作品自体の印象自体はいい方ではあるんだけど、1クールって尺の短さゆえに消化不良な感じがすごいんだ。2期があればいろいろと明らかになるかもしれへんけど、放送中もほとんど話題にならなかったし、続きは原作でねってことなんだろうね。こういう硬派で地味な作品は受けにくいのは昔からやけど、今は余計に埋もれちゃう印象やな。設定的にウィッチ、ハンター、ロビンとか思い出す人も多いと思うんだ。また懐かしい作品持ち出してきたな。あの頃のいぶしぎんな作品が好きな人にはたまらないと思うんだけど、個人的にちょっと気になるところがあるんだ。ほう、ギドの魔女の呪いを解く方法を覚えてる？3つあるんよな。白馬の王子様とのキスと魔女の気まぐれと魔女への口づけですよね。うん、作中では魔女への口づけで一時的に解除されるシーンは描かれてるんだけど、残り2つは描かれてないんだ。永遠の魔女とやらが気まぐれで解除するんかな。いや、私は王子様とのキスで解除されるんじゃないかと思ってるんだ。はあ、ギドって女の子やけど本当の体は男やろ。ギドの相棒であるアシャフ、2人は3年前に出会ったんだ。当時のギドは人間としての感覚や感情をろくに理解してなくて、野獣のような存在だったんだけど、3年間アシャフと旅をしていて変わってきてるんだ。なるほど。そんな彼に対しアシャフは愛を教えようとしてるんだ。はあ、つまりこの作品は TS で BL ってことなんだよ。そういうことか。まああくまで私の邪推でしかないんだけどさ、終盤でそれを匂わせるようなセリフが出てきたりして、あ、もしかしてそういうことってなったんだよね。これはどういう結末を迎えるのかめっちゃ気になってきたな。2期の可能性はかなり低いと思うけど、原作が完結したら一気に読んで私のこの邪推が正しかったかどうかを確かめたいところだね。そこだけめっちゃ気になるわ。ではまた次回。じゃん。